初めて、人生で初めて彼女できたんだけど、いいね。数年彼女がいることに憧れたせいで、現実が理想を超えてこんのはどういう気持ちで言えばいいと思いますか。ああ、でもね、そういうもんよ。付き合ったけん、そう、付き合う行為って人生が劇的に変わる行為じゃないっちゃんね。例えば真っ白いシチューにちょっとパセリが乗るぐらいのもんちゃん。でも鮮やかになるやん、わかる。それぐらいのもんちゃん、多分彼女ができるとか恋することって。やけん過度に期待すぎても、そんな別にさ、彩りを求める野菜にさ、そんな期待せん方がいいやん、わかる。それぐらいのもんやけん、ハードル上げすぎても、ただ自分の人生にちょっと彩りが足されるだけと思ってて、でもその彩りってめちゃくちゃ大事なことでさ、あ、味がせん人生じゃなくなるけん、俺は結構おすすめやけど、まあ俺は全然おらんちゃうけどさ、彼女。おしゃれすぎる例えだけど、ごめん、なんか変なおしゃれな例え出ちゃった。どうしよう。どうしようかな。その例えクソかっこいい、勝手に入るじゃん。あ、全然使って。お前が思いついたみたいな顔して絶対使え。頼むけん。その例えどの出してもらった、いや、今俺タバコ吸いながら思いついただけ。でもお前たちが思いついた顔して使っていいよ。全然。配信でこんな笑ってちゃんと相談乗ってくれるわけさ、ガチで。人柄いい。いや、そんなことないっちゃう。こんな配信始める、本当に。お前ら過度に俺の子にさ、なんか、いや、ちょ、待って。どうしよう。いや、別に俺クソ野郎やけんね。その、なんか、別にクソ野郎よ、俺。そのなんか俺はそのなんか過度にいいやつっていうのをマジで勘弁してほしいっちゃうけど、俺別に人柄も良くないし、全然そのクソ野郎やけんね。その俺がどれぐらいクソ野郎かっていうと、俺とオナバナナ2人とも天神のロフトできんやけん。それぐらいクソ野郎やけん。そういい人の熱狂反応がうまいだけやけん。そう、勝手にそう好感度なんてあげるだけ、そう、損なんよ。リスクしかない、マジで。マジそう、営業だから、いいやつハードルマジしんどいっちゃうね。でもそう、切り抜きのおかげで、そのいいやつみたいになりかけとおっちゃん、マジやばいよ、マジで。違うとって、お前のこと好きだから、もうありがとう。そうやね、そうよね、ありがとうな、ありがとう、嬉しい。いや、じゃ自分のことクソ野郎ってすごくない、俺は逃げとうだけ。別に好感度上がるのが怖いだけ、 お前たちが上げてくれたハードルを飛ぶのが怖いチキンなだけなんよ、別に。違う違う、俺がそんなすごいわけじゃないよ。俺はそのお前らがせっかく高く作ってくれたハードルの下をくぐる人間なんよ。飛びきらんちゃん、それでいい、それでいいかな。お前たちが一生懸命作ってくれたこの綺麗な高いハードルの俺は下をくぐって生きていくような人間やけん。ああ高いけん下くぐろう、頼むわ。俺は飛ばんよ、下空いてるやんつって。6時やね。じゃあぼちぼち配信落とそうかな。お疲れ様でした。じゃあみんなお疲れね。バイバイ。